今日はこちらの神戸の海へっていうところに来ております。そこね、ほらナビね、急速充電器があるんですけど、ここ確かね無料だったと思うんですけど、しかも急速充電が無料とね、いやひょっとしてこれ有料になったんちゃうかったかなっていう感じで、今から、半信半疑で行こうと思います。今日ね結構混んでますね。雨がね、ほらこれね、上いいでしょ、これ天井明るいで、明るいで明るいでいいでしょ。でこれ最高ね、このデジタルミラー本当にね、いい車ですよ本当に。まあ今日も充電ルーティンというわけで行ってみましょう。充電楽しい楽しいな、充電楽しい楽しいな、家にコンセントが欲しい。いや、ここどこにあるんでしょうね。充電、あれか、充電、青い EV クイックって書いてある、まっすぐやな。これ何機あるんやろな、2機ぐらいあったと思うけどな。でどこにあるの、あれか、おお、あった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 、開いてますように、やったぜ。到着、あ、なんか有料って書いてるような気がする。これね、ほらやっぱほら有料充電コーナーになっちゃってますよね。はい、やってまいりました。ホンダイー君かわいいね、かわいいね。はい、オープン。あ、ちゅうかちょっと測っとこう。今 17% ですね。で、4時2分ということで開始しましょう。そんなに太くない、もう最近ねこのコードの太さでパワーの強さ分かってきましたんでね。これ90キロワットアワーじゃないやつですわ。あ、準備中。1回30分まで。まあ大体ね30分ですよね。利用料金5分以内250円。以降1分50円か。ちょっと高くね、ここ。あ、今、燃え上がるように充電しております。まあ約30分、充電量が 15% で、今充電電流60アンペアになってますね。ただいま、4時7分でございます。ここね前ね無料だったんで結構混雑して大変だったみたいですね。マナーの悪い人もいたらしいです。充電しっぱなしで30分経っても帰ってこないとね。まあここ買い物がねできるんでね、結構30分以上経っても戻ってこないマナーの悪い人はこういうねところでは多かったらしいです。それでまあ有料になっちゃったのかな。 EV が増えてきたっていうのもあるけどね。結構するよな、スマホのガラスのやつが欲しいんやけど。1280円。あ、これでも超高度、強化ガラス HQ 以上って書いてある。これでいいんちゃう。お、充電のお知らせが来ました。じゃあ戻りますね。いや結構30分ってすぐやな、あっという間。買い物ね結構急ぎ目でする感じです。30分はい、戻りました。ちゃんとできてるかな。52% しか溜まってなかったですね。17% からなので35% 35% しか溜まってないんか。30分充電で 35% でした。やっぱワット数がねそんなにいいところじゃなかったらこんなもんです。もうちょっとね買い物したかったんで、どうしようかな、もう一回30分充電しようかな。ちょっと隣でやってみようかな、多分一緒やと思うけど次隣でやってみます。バックモニター最高に見やすいわ。いや、やっぱホンダいいね、このモニターが大きいんですごいいいですよね。で結構このピピピピうるさいの、これセンサーがうるさいの。あ、広角、あ、これ真下が見える、すごい。
ここね、利用料金5分以内250円とか書いて、結構ね高いこと書いてるんですけど、これホンダのカードだったら、まあ30分で480円で、できます。ホンダのカード今安いです。日産とかね、この値段じゃ今もうできないみたいですね。今 52% です。あと30分でどれぐらい貯まるでしょうか。では行ってきます。ちなみにね、開始の時も、Apple Watch とかスマホに通知が来ます。これね、だから私が車乗ってなくても通知が来るんで、あ、今やってるなっていうのが分かります。ここアウトレット、これねアラジンなんですよ。アラジン、あ、これ小さいのかわいいな。400ワットまで。ちなみに、これコロナ、あ、コロナ18,000。こっちはダイキンか。ダイキンも良さそうやな。1558円か。これ買いました。安い。調べてくれました。これ定価がなんと3万2000もしましたね。お、88%まで、溜まってました。やったね。やったねっていうか、これ 80% 以上、なんかね、これ 80% 以上はなんかゆっくり溜まるみたいなんですけど、今ちょっと充電ね、終わりました。こうね、よく使うアプリを、ここに入れれます。ほら、こんな感じで充電が 88% 溜まったということは、まあ、約、36% 溜まりましたね。まあ、同じ機械なんで当たり前かっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとね、やっぱもっと、ワット数の高いところで充電したいなと思います。だいぶ差があるな。ちなみにもう1593キロ走ったんですね。平均電費っていうのが今 5.6kWh です。これガソリンでいくとリッター 5.6 ってことかな。めっちゃ燃費悪いって感じやけど。ちなみに航続可能距離がね157キロなんですが、これエアコンね、エアコンオフすると184になります。いやー、ちょっとエアコンつけれねえわって感じだけど、頑張ります。いや、今日は、よう雨が降るわ。はい、今日も買い物楽しかったですね。今日はアラジンのね、電気ストーブ安く買えてよかったよな。うん、よかったよな、うん、とかね、3万2000もしたのあれ、うん、たまたまアウトレット品で安く買えてよかったです。いや、今日はね、充電ルーティンということで、まあ、やってるわけなんですが、実はこれね、見てる方毎日これ充電してるんじゃないかと思うようですが、実は1週間に1回ですこれね。しかもこれ今週 87% までこれ溜まったから結構いけそうやな。1週間以上持つかもしれないですね。いや、今日みたいなね、こういう雨の日はちょっと急速充電場がね結構青空が多いので、今日みたいな海への駐車場完璧に良かったですよね。雨に濡れずに、ああいうね屋根付きの給食場屋根付きの急速充電場をちょっとね前もってこう調べとかないとダメですよね。まあ、雨でも防水なんで一応危なくはないようにはなってるらしいんですが、傘持ってとかね、なんかやりづらいですよね。皆さんもしよろしければグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今日は充電ルーティンでした。じゃあね。わあ。ちなみに私の本題、ビックスっていうのをねオプションでつけました。これ信号待ちね今してる時にこれ予告してくれるんですよね。信号あと何分ですみたいな。ここにビーコンついてます。これなんか出る信号と出ない信号あるな。これなんか数字で出てもよかったよな。あと何秒みたいな方がわかりやすいかな。お、これね音で知らせてくれます。ちなみにこれね雨の日水滴がねうまいことつかなくなってますよね。本当にこれ優秀。
後ろはね結構これ水滴が、あ、やっぱこれダイレクトなんですね。へこんでないんで、これもうちょっとへこんでてもよかったかな。この後ろのカメラは水滴がついて、なんかちょっとなっていう感じしました。こんな感じ。いや本当サイドミラーはめっちゃ見やすいわ。みっちゃんただいま。ストーブ買ってきましたよ、アラジンの。みーちゃん寒がりやもんな。これがね買ってきたやつ。結構ほらデザインよくね、これほらデザインよくね。おーすごい、ここが液晶でかっこよかった。400、おーすげえ強力やなこれ。あ、フル、すごいあったかい。ほら首振りします。結構音静かやわ。すげえ、自動で